ちらは身近なもので火力発電の仕組みを模擬した実験装置となっております。ここには家庭用のガスコンロ、その上には水の入った圧力鍋が設置されています。ここで発生した蒸気はこの管を通って排出されます。ここには蒸気の圧力を測る装置がついています。ここから出た蒸気はモーターに取り付けられた羽根車を回転させることによって、こちらにある家の電気を発電します。それでは実際に発電を行ってみます。こちらのバルブを開けると蒸気が勢いよく噴出されます。ご覧のようにここから排出された蒸気がモーターに取り付けられた羽根車を回すことによって電気が発電されています。こちらには実際に発電している電気の電圧が表示されています。この仕組みを説明しますと、燃料の化学エネルギーが燃焼によって熱エネルギーに変換され、その熱エネルギーが蒸気の運動エネルギーに変換された後、最終的に電気エネルギーを生み出しています。これが火力発電の仕組みです。